どうも、ウェダックスです。Fire タブレット、新しいやつですね。Fire 7を購入しました。数字的にはほとんど仕様が変わってなくてですね、変わってることといえば重さが、10g ほど軽くなっているのと、薄さが 1mm 薄くなっている。ただ、これが新で、これが旧なんですけど、こうやって比べてもね、そんなに差がわからない感じですよね。で、大きさも本当に変わらない感じです。で、ただ持った瞬間ね、この 10g の軽さっていうのは十分体感できるんですね。 10g、18g 軽くなってますね。で、数字的にはほとんど仕様は一緒で、 Wi-Fi のデュアルバンド対応とバッテリーの持ちが1時間長くなったぐらいですかね。で、 CPU とかは同じ 1.3 ギガのクワッドコアで、ストレージも8ギガバイトですね。まあ16ギガバイト版もあります。で、マイクというかスピーカー、見た目的にはなんか穴の数が新しいやつの方が3つ多いです。音質的にはほとんど変わらないような気がしました。使ってみましたけど、はい。で、私が一番変わったなと思うのは液晶です。液晶のね、発色が、これではわからないかもしれないんですけど、新型旧型です。新型の方がね、めちゃめちゃ綺麗に、めちゃめちゃっていうか明るく綺麗に見えます。はい、それが一番ビジュアル的には違うかなと思いました。で、まあ CPU が変わらないので体感的にはほぼ一緒で、一番個人的には思ったのは、これ旧なんですけど、このね、電源スイッチがね、なかなか反応が悪いんですよね。ついたりつかなかったりするんですけど、この新型は絶対大丈夫ですね。これ個体差かもしれないんですけど、これはね、正直ストレスやったんで、すごい嬉しい変化ですね。で、まあ内容的にはほとんど変わらなくて、持ってる感じが 18g 軽いから気持ち楽に感じるっていうのと、バッテリーが1時間伸びたっていうのはいいですね。音質等は変わらないような気がしますが、画質は見た目がいいので良くなってると思います。はい、まあまあでも4980円、プレミアム会員であれば4980円で買えるタブレットになりますので、もうそれは買っとかないと正直損なんじゃないかなと思います。はい、なんでね、4980円の価値は必ずありますし、ビデオ応用クーポン990円もついてきますので、プライム会員の方は是非購入するべきじゃないでしょうか。大きいのが欲しければもう一つ大きいサイズ、8インチかな、ありますんで、そっちの方も検討してみてはいかがでしょうか。はい、結構いい買い物だと思います。2台あってもね、結構ね、例えばお風呂場に置いといて音楽を流すとか、あとまあ余ったら壁に貼っといても結構使えたりするんですけど、はい、まあとりあえず格安タブレット、まあアプリとかは Android に比べたら少ないんですけども、十分便利に使えると思います。プライム会員の方にはおすすめできる1台ですね。ちょっと薄く、ちょっと軽く、そして画質が良くなったFireタブレットでした。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。